ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。週替わりですね、5月最終日、天気はですね、3時ぐらいまではですね晴れの予報になっています。最高気温は昨日よりも3度低く25度の、予報が出ている群馬県渋川町です。さてですね、メンテナンスはがきを、お客様のところに送付をしているわけですけども、順次ですね予約が入ってきておりまして、今週からですね少しずつその予定をですね組みながらお客様との調整をしてメンテナンスに入っていきたいというふうに思っております。やはりこの梅雨のですね時期から夏にかけてってでしょうかね、湿度が高いですから金属の錆が一番多く出る時期というかタイミングになっちゃうんですね。こういう時にですね錆びる前にしっかりとメンテナンスをして錆止めをしておく、それが機械のためにもなるということで、この梅雨前後のメンテナンスをお勧めしているという理由であります。ペレットストーブメンテナンス申請地、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたらペレットマン群馬までお問い合わせください。